はい、皆さんこんにちは。ドットコムドットコムです。動物物語縛りプレイ2パート24ですね。はい、じゃあ聖域やりますよ。もうカーリーの縛り解放は使っちゃいます、完全に。ただ問題が第2回数で使えないっていう。一応継続収録なのでここは大丈夫。16タイミング良ければ、1、2、3、4。ああ、失敗した。ダメだな、うまくいかねえな。なんでファイヤーにした。さあ、どうしよう、ここ強行突破でいくか。おお、そんなビュートを避けながら後ろ来てる、後ろ来てってか、ビュート自重しろ、マジでマジで自重。おわ、バカバカ、自重しろてめえこの野郎。はあ、もうなんだよ。もうカーリーの縛りも解放します、本当に。もうそうじゃないと、うち下手だから絶対できない。ここ地道に回復していくか、それとも道中、どっち使いながらいいか。行こう。5、2、3、4、5、6、7、8ってか当たったし。どうしよう。もう一回やるか。レディー、ゴー。1、2、3、4、5、6、7、8。てか、カーリーの縛り考えっていうか、うちも打っちゃったら意味ないよね。じゃ、上じゃなくて横だな、そうすると必然的に。おお、危ない。じゃ、ここでやるしかないですね。1、2、3、4、5、6、7、8。うん、ミサイルマックスにならな、バカ野郎。なんで当たった、やりなし。こうでミサイルは使いたくないから、次ミサイルの補給も兼ねたい。1、2、3、4、そうだ、8だから12ってことは絶対当ててんじゃん。ダメだな、もういいや、そこ無視しよう。なんやなんやかんや、俺ダメじゃん、全然ダメなプレイやってるじゃん。1、2、3、4、5、6、7、8。 OK、 もう一回やるか。どうせだったらレベル3にしてボールを倒すの楽にしたいな。1、2、3、4、5、6、7、8。あれ、エネルギー全然来てね。じゃあいいや、行きましょうか。こう、おお、ダメだ。 OK、 せこいね。ここはどうしよう。あれ、来ない、ある程度来ないとダメなのか。おお、ちょっと待った。いいよ。こうしといて、12当たったんだけど、いいの、大丈夫。どうせ左は来てないから、倒すか。ハート、いらね。取っちゃった以上、もういらない。倒したね。なんでミサイルレベルアップ、せこいね。そうだ、デリートは芝居対象外だから違うともいいんだよね。お、タイミングだな、タイミング。あ、しまった。3、4、
5678。いや、ファイヤーマックス、ファイヤーじゃない、ミサイルマックス。てかビュート来てる。ここは待つしかないね。スネークだったら一発いけんだけど。おお、危ねえ、お、危ねえ。ブースターテクが果たして覚えてるかって話ですけど、完全にダメダメプレイだな。おっと、いい、ちょっと待って、最低限このメサーと、もっと奥にいるメサーを倒しておかないとつらい。どうなってるの。あー、こいつも倒したい。おー、近い。で、一旦ビュートに当たりので、こういく。バカ、邪魔、チキショイ。うわ、バカ、なんてタイミングでいった。おお、そうだった。あ、そうか、ここは左 OK か。あ、バカ。おお、縛りもあったもんじゃないな、これ。なんかな、これ縛り達成できてないな。やり直すか。あ、ちょっと待って、これ無理でしょ。死ぬか、ここで。もう死んじゃおう。どうすりゃいいのこれ。縛りで行くとしたら、そうすると必然的に上行った方がいいよね。うん、じゃあそうですね、やり直しましょう。もうダメだこれ。カーリーを倒すってなると、果たしてどう当たり判定が来てるのかっていうのがちょっといまいち分かりにくいんだよね。1 2 3、あー、4発ともミスっていう最悪の状況になった。で、カーリーと話して、いやちょお前ら事情。危ない、髪よけ。おお、髪よけ。うわ、ちょっと待って、今なんかタイミングがおかしかった。あ、そっか、あそこ HV があったからか。 HV って、あー、まあいいや、改造の話に出てくるんですけど、 HV って、なんだ、水平垂直移動物体ってやつですよ。水平垂直移動オブジェクトか。まあ、名称はどうでもいいんだ。いや、これやると時間かかるな、結構。1 2 3 4 5。まあ、めんどくさいな、ランニングヘル。危ない。2 3 4、バカ。5 6 7 8。お、まあ、エネルギーいっちゃったけどいいかな。もう一回、近い。1 2 3 4 5 6 7 8。 OK、いや、もはや戦争だな、これは。いろんな意味で。どうしよう。もう行っちゃうか。ミサイルマックスになったから。